あそこの墓石がなんか斜めに立ってて本当に不気味ですね。あ、お前こっちとじゃあ今からインスタライブをしようと思います。ガガどうぞ。とりあえずあのヤバいっていうのは分かりますよね。皆さんヤバいってなってた。ボボ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 、これは待って、いやこれはダメだって。はい、始まりました。あの真っ暗ですけど、この後ろに納骨堂があるんですね。これのフィールドはこちらです。奥の納骨堂に続く道には多くの墓が存在するのだが、その奥にある納骨堂というのはかなり不気味で奇妙な存在感を醸し出している。あの夜3時過ぎてます。ちょっと岡山のヤンキーたちがどんだけ根性持ってんのか行こうかなということで始まります。足やだ、足怖い、普通に怖い。このお墓とかも古いよね。でも多分管理されてないやと思う、こういうのって。あそこの墓石がなんか斜めに立ってて本当に不気味ですね。あ、お前これとかも初めて見るよね、こういう。あー、逆に怖いわ。もう超普通に虫、そりゃだってライトやってるけど寄ってくるわ。そのインスタライブしようかな。じゃあ今からインスタライブをしようと思います、はい、ガガライトで怖さを紛らわせるためなのか、彼らはライブ配信をしているのであった。こんな道あったっけ。ほらこれ新しいやつ、ちょっとなんか変わった感じの。生きても死に宗教これ。あ、これ金光教のやつだね。ボジリスクみたいな。お前分からんかった人口。はい、霊感がある。いやもういい。拓也くんが霊感使ってないけど少し寒気をするという。それ寒いもん、はい、こっちと。まあ何成仏してくださいね。もう納骨堂は目の前なのだが、ここで彼らを先頭に行かせることにした。僕後ろ行くから前行ってください。マジか、結構前行った方がいいんちゃうの。前、あ、じゃあ僕が先頭を行きましょうか。待って、じゃあ、結構みんなおるやん。友人を見つける。おま、結構みんなおるやん。友人を見つける。おま、やはり一人では何もできないようだ。あ、待って、痛い痛い痛い。お願い。納骨堂で。ここが納骨堂で。うん。なんか怖っ。ちょっと声がね。多分向こうに行ったら多分貫通しとると思う。貫通。では奥の方ちょっと観察していきたいと思います。どうぞ。カスとかがあるのかな。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ怖いですね。コウモリ。
コウモリ？コウモリ？これからご紹介する動画は間違いなく納骨像であるということを意味するものである。しっかり見ていただきたい。ほんまにいる？ほん…うめた、多分これに骨を安置しとったのね。あ、番号書いてますわ。うん、下駄箱のような。うわ、めっちゃ寒いですね。多分その奥がなんかヤバそうな感じがするな。なんか変な、その奥とかも多分ね、この下の白は何だろうな。あ、こういうもんかな。お見せする映像はかなりショッキングな映像が含まれます。そう、多分ここが、うん、ここが多分一番やばいと思う。あ、また違う。あー、なんかあるわ。多分お骨を入れる入れ物みたいなのがある。花とかもある。花、多分白いものがあるから、もしかしたら骨の可能性もあるかもしれない。多分これ骨だ。これ骨だ。これ骨だ。この色。もう見たこと、あの仮装した時に出てくるやつだ。うん。これ全部骨だ。すごい、これほら上にこうなんかつららじゃないけど、やっぱそんだけ使い込まれたみたいな。エミ君これでいいの？もっとなんかしたいっすね。そして我々はこの後キューピーの館という水子を祀る神社に行くことにしたのだった。とりあえずヤバいっていうのは分かりますよね。皆さんヤバいってのは伝わりますよね、本当に。ということで今から、YouTube 的に尺を買う。いかん。やべえ、ミク。これはやべえ。ミク、はい。僕。マジでか。もう無理無理。入っていいの？入っていいの？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませじゃなくて、マジで。ミク。もう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 これはやべえ。じゃあ一緒に行こう、一緒に行こう。一緒に行こう。お腹の中の皿、すなわち亡くなった子供、家で祀っていた人形をここで廃棄する意味の札であると思われる。ミー君、ちょっと武勇伝をちょっと強いし、そうですね、武勇伝亡くなったし。お、俺とこれ、キツネのでも、かけて。え、これなんかどうやってこうなったのか知りたい、全部。もう顔がもう、ほら、これ
持って帰ろうやこれ。いやダメっしょ。ダメ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 。あの俺にはマジ近づい近づい。ボン。皆様ご視聴ありがとうございました。過激なシーンはありましたが、これからのシーズンさらに心霊系は増えると思います。それではまたスピチューブよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。